ではですね、メッセージの時へと移っていきたいと思います。今私はですね、ローマ書を順番に見ているんですけども、今日はね、7章のところに入っていきますけども、テーマはですね、毎日感謝があふれますということで、副題として罪の許し、ローマ7章、少しね、ローマ書のね、3章とかそのあたりも見ていきますけども、私の母はですね、認知症なんですね。でアルツハイマーで、ちょうど今要介護4です。徐々にですね、いろんな機能が衰えていて、言葉もね、最近はほとんど出さなくなりました。でそんな中で調子がいい時はね、このはいとすごくね、元気よく返事するんですよ。で母さん、トイレ行きましょうって言う、はいとか言ってね、でここで座りましょう、はいって言って、すごい可愛いんですよね。なんかこう真面目な母親がね、こう、なんていうのかな、すべての機能が衰えて、なんか素の母親が出てきたのかなという感じがするんです。で、あるですね、認知症のおばあちゃんはですね、認知症が進んでいって、その方もね、言葉がこう減っていきました。その中で3つ、最後に残った言葉が3つあったそうです。で、そのうちの1つが、このありがとうという言葉だったんですね。なんかそんな話を聞いたときに、きっとこのおばあちゃんは、若い頃からですね、日々の生活の中で、何度もありがとう、ね、感謝しますとか、ありがとうございますと、そんな気持ちでですね、生きて、またそんな言葉を周りの人に投げかけていたのではないのかなと思わされました。本当にこの人生を終えるにあたって、ね、不平不満を言いながら、ぶつぶつ言いながら、年老いて、ね、手に亡くなっていくのか、それとも本当にですね、ありがとう、この人生素晴らしかった、感謝しますという、心と言葉に満ち溢れて生きていくのか、人生大きく変わると思うんですけども、私はですね、クリスチャンになってよかったなって思うことがいくつかあるんですよ。でその中の一つがですね、これね、感謝できる人になったことです。クリスチャンになる前はもうね、不平不満がもう本当にね、出てました。いつもイライラしててね、なんかそんなところがあったんですけども、クリスチャンになってですね、本当に感謝できるようになりました。聖書にね、こういう言葉があるんですね。すべては益となる。どんなことがあったとしても、すべてはそれ神様がね、良いことに変えてくださいますよ。すべては益となるという言葉がある。でもう一つね、すべてを感謝しなさいという言葉があるんですね。すべてが益になるんだったら、すべてが感謝できますよね。昨日ですね、昨日の前かな、火曜日、祝日、昨日火曜日か、今日か水曜日か、昨日だ、そう、昨日が火曜日だ、祝日、妻の実家、愛知県に帰ったんですよ。で、帰り道ね、私、もう夜帰ってきたんですけど、昨日ね、今までね、帰り道間違ったことなかったんですよね。妻が時々一人で帰ってくるときに間違えるんですよ。なんで間違えるのって私言うんですけど、昨日ね、とうとう初めて間違えたんですね。高速道路の降り口で大阪方面に向かって行かなければいけないのに、最近ね、新しい高速道路が結構できてるんですね、愛知県の方、東海の方ね。それであんまり道が多いもんですから、ぐるっといつもだったらね、ちゃんと大阪の方帰るんですけども、昨日間違えちゃったんですよ。それでぐるっと回って、こう名古屋方面にまた戻って行ってしまったんですね。なんかすごいショックだったんだけども、大丈夫かなと思って、自分ね。でもね、やっぱ感謝できるんですよね。感謝しよう、ね、変な道に入っちゃったけどね、路線この間違えて、でも事故なく運転できたじゃないか。もしかしたらそのまま大阪方面に向かってたら、ちょっとしたタイミングで事故があったかもしれない、そこに巻き込まれたかもしれない、だから感謝しよう。あとね、夕ご飯食べてね、高速で帰ってくると眠くなるんですよ。それでバチッと目が覚えてね、本当に目がパーッと覚えてね、神様、私をね、事故から守ってくださった、そんな思いでちょっと時間はロスしたんですけども、感謝の心で帰ってくることができました。本当クリスチャンになるとね、感謝が増えます。で何よりも嬉しい感謝が、この罪の許しですよ。罪が許された感謝、これはね、ぜひクリスチャンになってほしいですよね。もうクリスチャンが味わえる感謝ですね。イエス様を信じた時の一回きりの感謝じゃないんですよ。もう日々の生活の中で
本当に罪が許されたことを感謝できる、ね、いつも感謝できる。そして天の御国に帰る時も感謝して天国に帰ることができる。年を重ねれば重ねるほど、罪を重ねれば重ねるほど、罪はそんなに重ねてはいけないんですけども、でも自分の中に罪を発見すれば発見するほど、また感謝も大きくなっていく。本当にクリスチャンというのはですね、素晴らしい、ま、感謝の毎日を、ね、生きることができますから、感謝しますね。さて、罪の許しを受け取りましょうということで、今日2つのポイントで語りますけども、これはですね、あの世界地図です。でその中でこの赤い色と緑のこう、ね、濃さが分かれてるんですけども、危険な国というか犯罪が多い国ですね、の世界地図です。いろんなデータ、インターネットでですね、あの最も治安が良い国、最も治安が悪い国、もういろんなデータが出てます、まあ、その中の一つこう見てみますとね、このグリーンの方はね、安全な国ですよ、まあ、犯罪が少ない。アジアを見てみると、まあ、日本が入ってますね、まあ、韓国とかね、台湾とか、まあ、シンガポールもね、安全なんですけど、まあ、そんな国が、まあ、安全な国。あと意外だなと思ったのは、この中東のね、これね、サウジアラビア、これ安全ですね、安全なんみたいですよ。石油があって豊かだから、かな。あとね、カタールめちゃくちゃ安全みたいですね。あとね、このね、あ、北欧はそうですね、大体北欧はね、基本的に豊かで安全ですよ。これね、これはフィンランドじゃなくてのノルウェーかな。世界地図ね、よく頭入ってる方は、私が間違ってたら修正してください、ね、まあそんな感じでね、やっぱりこのアジア一部と中東の一部と北欧、ヨーロッパの一部が安全で、危険な国はね、ちょっと犯罪が多い国はアフリカと南米に固まってます。アフリカね、南アフリカとかね、危険な国が多い、犯罪が多い。また南米もね、ほとんど真っ赤っかですよね。ブラジルとかね、ベネズエラとか、あと最近ね、ホンジュラスのね、先生にもちょっと方にお会いしたことがあるんですけど、ホンジュラスもね、ここ真っ赤っか、すごい危険だそう。で調べてみたら、ホンジュラスはね、本当にね、世界の危険な国の下から5番目ぐらいに入るみたいで、殺人はね、日本の300倍から400倍みたいです。本当に危険な国で、ちょっと心配になってしまってます。まあ、その話ちょっと置いときますけどね、まあ、こう。これ多分白いのはね、データが取れないところだと思います。これ北極ね。この中で一つ映ってない大陸があるの分かります？アジア映ってますよね。アメリカも映ってますよね。ヨーロッパとかね、オセアニア大陸も映ってます。アフリカ大陸も映ってます。ここ南極大陸はないんです。で、このね、大陸の中で犯罪率がゼロっていう大陸があるんですよね。犯罪がない。刑務所もない大陸がある。まあ、それは分かりますよね。南極大陸ですよ。南極大陸はね、犯罪率ゼロ、刑務所がない大陸。なぜか分かりますか？理由があるんですね、ちゃんとした。で、南極と北極のね、ちょっとこう今日このインターネットで調べていろいろ面白いことが書いてあって、南極大陸っていうのはね、大陸とつくから下は陸地みたいですね。私あんまり知らなかった最近までこれ調べるまで。だから大陸がある、だから大陸の上に氷が積み重なっているのが南極大陸っていうみたいですね。へえと思って。これ北極っていうのはね、もう皆さん知ってると思いますけどね、なんか氷、基本的に氷みたいです。大陸じゃないから北極大陸とは呼ばないって。私最近まで、まあ、理科はしっかり勉強している方は知ってるかもしれない。私あんまり理科しっかりね、小学校の時勉強してなかったから、あ、そうなんだと思って。南極大陸ね、氷が厚いそうですよ。平均2000メーター。氷ですよ。大陸の上にね、氷がね、約平均ですよ、2キロも氷が積み重なってるんですって。で、ね、これ有名ですよね、ビンソン・マシフっていう妹さんがね、こうチャレンジした、これ高さ4982メーター。めちゃくちゃ高いですよ。富士山より1000メーターぐらい高い。北極は一方ね、氷は最大でも10メーターぐらいしかないとです。あ、そんなに薄かったのと思ってね。寒さ、南極っていうからね、なんかあったかいイメージがするけど、南国じゃないですよね。南極、平均マイナス55度。しかもこんな高かったらね、
人が住めないですよね。北極はねちょっともう少し暖かいみたいです。動物はほぼいません。南極といえば皆さんこれですよね、ペンギン。ペンギンさんとかね、ほとんど動物いないですよ。人も一人もいないですね。もう住めないですよ人間が。北極といえばシロクマさん、ね、北極といえばこのシロクマ、ね、まあ、海の上に氷が浮いている北極。なぜ南極大陸は犯罪がないのか、刑務所がないのか。ここですよね、人が住んでないんですよ、ね、もちろんね、いろんな国々の基地があるからね、ある一定の期間その基地に入ってね、南極を研究している人はいますけども、基本的に人が住んでいない。だから犯罪もない、刑務所も必要ない、ね、犯罪のない国に行きたかったら南極に行ってくださいね。で、北極圏はね結構人が住んでるみたいです。エスキモとかね、だいたい65万人ぐらい。でもやはり犯罪率はかなり低いと思います。ね、人間はねやっぱりね罪人ですよ。で、今日ね人間が罪人であることの3つのことを見ていきたいんですけども、人間はね罪人です。それはねもう歴史が証明しています。第一に歴史を見れば人間が罪人であることはもう明確に分かりますね。人類の最初の人はアダムとエバですよね。そしてアダムの息子にカインとアベルがいました。で、ある日カインとアベルが神様に捧げ物を持っていきましたね。で、神様は弟のアベルの捧げ物を受け入れました。するとお兄さんはそこにすごい嫉妬心を燃やしてですね、弟のアベルをなんと撃ち殺してしまった。世界で最初の家族で世界で最初の殺人事件が起こったんですね。そこから人間の歴史というのは明らかですよ、ね、争いに争い、戦争に戦争。大体学校で習う歴史というのは戦争ですよね。戦争のことたくさん習いますよ。どの国が勝った、どの国が負けた、ね、本当に人間が罪人であるということは歴史を見れば明らか。そして二つ目には、ね、人間が罪人であることを明らかにするのは良心です。神様は全ての人に良心を与えました。みんな良心を持っているんですね。この良心がですねあるから自分が罪人だと分かります。今まで生きてきて一度も良心の呵責を感じたことがない人は一人もいないと思います、ね、どこかで、あの時あんなことを言ってしまった、あんなことを思ってしまった、あんなことをしてしまった、言ってしまった、いろいろあると思うんですね。この良心がですね、あの人は罪人だということをですね証ししますよ、はっきりと。そして3つ目はこれは聖書ですよね。聖書ははっきり人は人間は罪人であると聖書にはっきり書いてあります。ローマ3章を見てきましたけども、もう一度一緒に朗読しましょうか。3、はい、次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない、すべてのものが離れて行き、誰も彼も無用のものとなった。善を行う者はいない、誰一人いない、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、アーメン。聖書ははっきり語っています。義人はいない、一人もいない。私は義人だと今まで、ね、思ってきた人がいるなら、それはどうやら違いそうですね。義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない、自分から神を求める者はいない。ただ神様が求める心を与えてくださるから人は神を求めることができる。
すべてのものが神様から離れていきました。そんな離れた罪人を追って神様が追いかけてくださって、そして恵みとして救ってくださるんですね。誰も彼も無用のものとなった、善を行う者はいない、誰一人いないと、はっきりと聖書はすべての人は罪人であると語っていますね。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができない存在であると聖書は語っています。けれどもね、神様に感謝します。御言葉はここから続くんですね。このような御言葉がありますけれども、3章24節3、はい、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。アーメン。すべての人は罪人、誰も彼も罪人、正しい人は一人もいない。しかし愛の神様は恵みの神様です。そのような罪人を、そのような私たちをですね、キリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認めてくださる。贖いという言葉は非常に難しい言葉ですね。日常的に使うことはないと思います。これは簡単に救いという言葉に置き換えてもいいんですけども、今日はちょっと大きい字で贖いという漢字を持ってきましたけども、贖いという字はですね、これ昔の漢字です。今使いません。今使われているのは ここだけ、ね、4と買と書いてね、これ買うっていう字ですよね。これね、買うっていう字を難しい昔の言葉にすると贖い、この漢字になります。だから贖いというのはね、買ったということです。買う、イエス様が買ってくださった。余計分からなくなりますけどね、何を言ってるのかね。聖書はですね、あのね、よくね、お金をね、例えて持ってきます。お金でということを例えるんですね。で、罪を何に例えるかというと、お金に例えるんですよ。じゃあ、どんなお金？借金に例えるんです。人の罪を借金に例えます。で、人は多くの罪を犯しました。で、抱えきれないほどの罪を持っているんですね。それは抱えきれないほどの借金を持っているということです、人は。で、それはもう自分ではどう頑張っても返済することができないほどの罪という借金を実はみんな背負ってるんですね。これは非常にな重荷です。で、神様は愛の神様であり、恵みの神様であり、贖いの神様、すなわち買い取ってくださった。その払いきれない罪という借金をですね、全部支払ってくださったんですね。これが神様がイエス様を通してしてくださったこと。じゃあ支払うには代価が必要。実は店に行ったらですね、必ずお金を払って品物を買いますね。買うっていうことは何か必ず代価がなければいけないんですよ。何かを差し出さないとそれを受け取ることができない。じゃあ神様は何を差し出したのか。全世界の人々の背負いきれない罪という負債ですよ。それを買い取るには何を出さなければいけないのか。それ相応のものを支払わないといけないんですよ。残念ながら誰もその支払うだけのものを持ってないんですね。だから神様はね、最高のものを払ってくださった。それが神様の愛する一人をイエス様ですよ。そしてイエス様が十字架の上でその血を流してくださった。その血が代価なんですね。どれほどイエス様の血が尊いのか。罪も染みも一点もない清い血ですよ。もうお金には換算できないほどの価値がある。そのね、愛する一人子の、ね、息子の血をですね、代価として神様ご自身が支払ってくださった。神様ってそういう方なんですよ。私たちがもうね、支払いきれない借金を背負って苦しんでるから、神様の愛と恵みと憐れみに心が燃えてですね、最も価値あるものを神様差し出して、その負債を全部免除してくださったんですね。だからイエス様十字架の上でね、
7つの言葉を言いましたけども、その中の1つ、今日ヨハネ19章30節一緒に読んでみました。3、はい、イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。これはね、イエス様が、ね、十字架で言われたですね、言葉の中の一つで、完了したということをイエス様言いました。十字架の上で完了した。これ、ね、ギリシャ語で、ね、テテレスタイという言葉です。その意味は支払い完了済みという商業用語なんですね。お金に関する言葉ですよ。完了した、支払い完了、全世界の人々の罪を私が身代わりに全部支払いました。これがイエス様が私たちにしてくださったこと。だから罪の許しというのはですね、もうイエス様が買い取ったんですね。でそこ商品棚に並んでるんですよ。もうイエス様が払ってやるから、かっこいいですよね。喫茶店に行ってね、コーヒー飲んでレジ行って支払おうと思ったらね、先ほどのお客様があなたの分もうすでにお支払いになりましたって言ってね、へえと思ってね、もう払わなくていいんですよ。罪の許しというものが置かれている、もう全部支払われているんですね。好きなだけって言っても、一人が二人持ってたらねってダメですけどね、あなたの罪の許しもねありますよと、持っててください。ただですよ、恵みですよ。もうイエス様がすでに全て支払ってくださったから、あなたはこのね、罪の許しというプレゼントをただ受け取るだけで救われます。これがね、神様のイエス様を通しての私たちへの救い、ね、欲しいと思いませんか。ただですよ、ね、今年はね、コロナの対策として、あの、日本に住んでいる方ね、住所がある方、一律10万円の支給がありましたよね。嬉しかったですよね。条件は何って一瞬思いましたよね。条件なし。条件ないの、全員10万円、うわ、いつもらえるのかって、もう本当にね、嬉しかったですよね。住所があればもらえるんですよ。年齢制限もない。生まれて1日目からもらえる。所得制限もない。どんなに収入が多くてももらえる。普通ね、そういう制限つくんですよ。何歳から何歳、所得、ね、これ以上収入があったらもらえないとか、全部制限がなかった。人種の制限もない。住所があるなら全員もらえた。刑務所の中にいる人ももちろんもらえますよ。私ね、それね、条件本当ないんですよ。申請書が送られてきて、私いりませんでとこにチェックしなければいいんですよ。拒否したらいいんです。拒否もできますよ、もちろん。でも基本的にはもらえるんですよ。もらわなかった人ってあんまり聞かなかったんですね。それよりもいつもらえるのかなって、もらった、まだだよってね、楽しみにしてね、私ももらいました。イエス様の救いはね、10万どころじゃないですよ。私も10万使っちゃいましたけどね。イエス様の救いは10万どころじゃないですよ。皆さんね、すべての罪が許されるんですよ。お金には換算できない、ね、このお金があったら何ができるかな、いい車乗れるな、このお金があったらいい服着れるな、このお金があったら素敵なマンションに住めるな、このお金があったらね、いいもの食べれるな。お金が欲しいって皆さん大体そうなんですよ。いいもの食べたい、いいとこ住みたい、いいもの着たいってね。皆さんね、天の御国の、天の御国をいただけるんですよ。天の御国の住まいをいただける、天の御国をね、いただけるんですよ。しかもただ信じて感謝して、受け取るだけでいいんです。だからぜひね、このイエス様のね、罪の許しのプレゼントを受け取ってください。そして感謝にあふれてください、ね、最後の2つ目のポイントね、今日これで終わりですけど、ポイント2つでクリスチャンと罪について考えていきたいと思いますけども、じゃあクリスチャンになったらもう罪は犯さないのかというと、そうでもないんですね。クリスチャンになったら罪から完全にね、罪を犯さなくなって完全にこう清く正しい人になれるかというと、そうでもないんですね。このローマ書というのはね、使徒パウロという人が書きました。パウロという人が書きました。で、パウロという人は、この新約聖書全部で27巻あるんですけども、27巻のうちの約半分、
13巻も書いたんですね。すごい人ですよ。新約聖書の約半分を書き上げた人物で、キリスト教の土台を作った人です、使徒パウロ、ね、何にもなかった時代教会がね、このパウロが世界に宣教して教会を立ち上げました。素晴らしい人なんですね。でどれほど素晴らしい人か、もうどれほど心が清くて、本当にですね、もう何一つ罪を犯さない人だったかというと、そうでもない。いつも罪と格闘してたんですね。自分の内なる罪にいつも悩んでた。でもそうなんですね。これね、パウロがこう告白してるんですよ。一緒に読みましょうか。3、はい、私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。もう少し聞きましょうか。私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。そういうわけで善を行いたいと願っている、その私に悪が存在するという原理を私は見出します。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。ね、あのパウロでさえ本当にですね、イエス様を信じてクリスチャンになりました。でもね、自分の内面と戦ってたんですね。罪と葛藤してた。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに、まあ、思いのうちにっていう書いてもいいますよね。善が済んでないことを知っています。あのパウロ先生が、もちろん善というね思いはあるんですけども、ちょっと強調表現でしょうね。私には良いことをしたいと願うがいつもあるのに、なかなか実行できない。なぜか罪と思いと戦ってるんですね、いつも。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。もちろんね、パウロ先生が何か悪い犯罪を犯したとかね、そういうことじゃないんですよね。この信仰生活が進んでいくと、よりね、神様とイエス様に近づいていきます。で、近づいていくと見えてくるものがあるんですね。それはイエス様と神様のあまりにも完全な清さ。同時に見えてくるものは自分自身の罪深さですよ。近くに行くと見えるものがある。富士山ってね、遠くから見るとめちゃ綺麗なんですよね。でも登山して近くに行くと見えるものがあるって言います。ゴミがゴミだらけって言いますね。ゴミがたくさん落ちてる。あのね、神様に近づけば近づくほど、信仰生活が深まれば深まるほど、イエス様に近づけば近づくほど、より自分の罪がぶわーってこう見えてくるんですね。真理の光で照らされるんです。そして自分の罪深さが分かってくる。今までは罪とも感じなかった、何とも思わなかったものを罪と感じる、分かるようになってくる、ね、人を羨む思い、ちょっとした瞬間に妬みの心が起こったり、ね、ちょっとした瞬間に人の失敗をちょっと喜んでしまうような心とかね、ところにふっと入ってくるんです。はあ、今まではそんなことね、気づかなかったけども、なんて自分は罪深い人間なんだ。パウロもそういう体験をしたんですね。そしていよいよ分かってきて、もうどうしようもできなかった。清く生きたい、正しく生きたい、本当にまっさらな心で一日でも生きたいと願ったとしても、一日も清い心で生きられない。ああ、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。本当に惨めだって。自分のね、罪深さを知るときに。でもハレルヤ、ね、クリスチャンはね、いつもね、このね、こう罪が分かったときにね、こうやっぱ一瞬は落ち込みますよ。ああ、私惨めだなって。でもそこからですね、この十字架を見上げることができるんですね。するとですね、感謝がやってくるんですよ。
山が高ければ谷が深い、谷が深ければ山が高い。自分の罪深さが分かれば分かるほど、十字架による罪の許しの恵みがより分かってくる、より大きくなってくる。だからこれは結論じゃないんですよね。これはパウロの叫びでもあり、またこの手紙を読んだ人々への問いかけですよね。人間というのは本当に惨めなものです。どれだけ良い行いをしようとしてもそこに救いはない。どれだけ宗教熱心になったとしてもそこに救いはない。どれだけお金を積み上げたとしてもそこに救いはない。そして私にも救いがない。私は罪人だ。でも神様に感謝します。ここでパウロが一つ結論を出すんですね。それがローマ8章1節、この続きを読んでみましょうか。今日ここ終わりですね、この御言葉では。3、はい。こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。アーメン。こういうわけで、これどういうわけかというと、1章から7章までずっと説明してきたんですね。正しい人は一人もいない、善を行う人は一人もいない、人は良い行いによっては救われない、どれだけ宗教熱心に修行しても救われない、どれだけお金を積んだとしても救われない。ただイエス・キリスト様の十字架、イエス様が流してくださったその十字架の血という代価によって全ての人の罪は許される。そしてその罪の許しを受け取った者は決して罪に定められることがありません。だから感謝です、ね、本当にね、私もね、信仰生活がこのなんていうんですかね、信じた頃はね、もう救いの喜びに満たされました。そしてね、ハレルヤ、本当に信じてよかったなって感じだったんですね。でもこの年になってですね、本当に感じるのはやはりね、この自分の罪とやはりこう対面させるときに、よりね、この感謝が大きくなってきたんですね。本当に私は罪人で、このね、このパウロが告白したように本当に惨めな人間だなということを思うんですよ。でもね、でもこんな私のために神様はイエス様を与えてくださり、そして私のためにイエス様は死んで、ね、その血を流して十字架の上で死んでくださって、そして私の罪を全て許してくださって、この感謝に日々あふれて生きることができるようになりました。ですからクリスチャンの生活はですね、本当にいつも罪許された感謝があふれています。どうか皆さんもですね、この罪の許し、神様のプレゼントを受け取ってですね、本当にこの罪の対面してですね、そこでうずくまるのではなくて、そこからイエス様を見上げて、どうぞその救いを受け取って感謝にあふれて、そして天の御国に帰る日もですね、この罪の許しの感謝にあふれて神様を仰ぎ見つつ天の御国に帰ることができる、まあ、そのような人生をですね、送ることができますようにね、祝福したいと思います。それではお祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、本当にこの聖書は全ての人がこの罪を犯して神のからの栄養を受けることができないと教えてくださっています。本当にあなたの御前に立つときに私たちは罪人であります。どうしようもできない、またどうしようもない自分をそこに見出しますけども、イエス様、そんな私たちのためにあなたが十字架にかかってください、その血を流してください、私たちの罪をすべて清めてくださったことを心からありがとうございます。イエス様、あなたの十字架による許しは神様からのプレゼントです。無代価のプレゼントです。ただ信じて受け取るだけで全ての罪が許されて永遠の命、天の御国が与えられますから、心からありがとうございます。どうか今日ここに集われたお一人お一人、またインターネットを通してこのメッセージをご覧になっている方々、全ての人がこのイエス様の救いのプレゼントを受け入れて、日々感謝にあふれて、喜びにあふれて、平安に包まれて日々の生活を送ることができますようにお願いいたします。この祈りをイエス様の名前によって天のお父様にお捧げいたします。
アーメン。